こんにちは、翔太です。今回は新しく来た UR 線、酒田金時の性能解説をやっていこうと思います。実はさっき撮ってたんですけど、マイクオフにしてしまっていたので もう一回やっていこうと思います。2回目なんで、流暢にやっていこうと思います。はい、まず、スキル1、スキル2なんですけど、まず、スキル1ですね。強い握力、敵6名に 600% の物理ダメージを与える。さらに自分の筋力値かける、まあ、場にいる味方の人数最大6名分のダメージを与える。で、これが、まあ、防御無視になっていてクリティカル発生可能です。で、攻撃するとき敵を撃殺するたびに2ターン間自分が奮起状態に入り、攻撃力が 60%、防御力が100%増加すると。で、この奮起のパーセントは高くて、結構バフとしては優秀なんですけど、スキル1が、筋力値で、防御無視っていうところで、奮起では攻撃力は上がっても筋力値は上がらないので、やっぱりこの前出た最上の、血桜で、防御無視のダメージを与えていくような挙動は、の方が強いかなと思います。で、スキル2が、敵6名に800から1600%の物理ダメージを与え、これも場にいる味方の人数が多いほどダメージが高くなると。で、自分の筋力値が敵より高かった場合、攻撃は必ずクリティカルになる。で、攻撃した後、総ダメージの30%分を自身の HP に回復するっていうところで、スキル1、スキル2見てもらうと、まあ、わかると思うんですけど、自分の場の人数によって、威力が変わってくるっていうところで、はっきり言って短期特化の方には全くお勧めできないんですね。このキャラを短期特化してしまうと、このキャラだけが生き残って、他のキャラ全員、いなくなってしまうっていう状態になって、最低火力でずっと攻撃することになるんで、このキャラを短期特化で取ろうと思ってる方は、相当見た目が気に入ったとかじゃない限りはやめた方がいいと思います。で、次、パッシブスキルですね。攻撃力と HP が44%増加。で、筋力値がレベルかける220。会心値がレベルかける280。で、最後のパッシブで防御力がレベルかける200。で、反射40%ですね。で、このパッシブとスキル1の奮起を見てもらうとわかるんですけど、結構防御寄りの、ステータスになっていて、まあ、防御寄りということで多分このキャラ、耐久力、かなり生き残りやすいような性能にはなってると思うんですけど、生き残りやすいということは、結局最後の一人になりやすいというところで、このスキル1とスキル2の攻撃力を上げる条件と合ってないんですよね、正直。なので、このキャラ、総括としては、正直、まあ、廃課金の方でも、そんなに戦力にはならないのかなと思っております。で、武器ですね。まあ、武器は物理会心ダメージ35%がついているので、まあ、一応会心出た時に威力を上げる手助けはしてくれる。で、攻撃力18%、防御貫通は900ついてると。でですね、まあ、なんで、まあ、何度も言っているように、このキャラ、自分の場の味方の人数によって威力が変わってくるスキル1、スキル2をしているので、まあ、安定しないんですよね、正直言って。なので、このキャラ取るべき人は、はっきり言って、この鬼と共にという奥義が欲しい方ぐらいですかね。まあ、攻撃力6%上がる2次3人の奥義なんですけど、まあ、攻撃力6%上がるのはかなりいい方なのかなと思うので、まあ、この奥義が欲しい方ぐらいですかね、酒田金時を取るのは。まあ、もしくは、この見た目が気に入った方が撮っていただければいいかなと思います。は、酒田金時の性能解説はここまでにしようと思います。ちょっと、ようやく時間取ることができたんで、これから願い返しも7サバ分ですけど、回していこうかなと思っております。もしよければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。